さあ今日はですねシティホテルの一室男と女です。いや前から出ていただこうと思ってたんですけども、たまたま 3K ホールでお会いして出してとか言うて、って言うたはったんですよ。いやほら出ていただけるんですか言うて、まだ帰らし方なんですよこの方、熊谷真さんでございますね今日。やっとこの日が、わあ嬉しいこと出れたわ。出れたわってね、どうもありがとうございます。いやいやもうありがとうございます。そんなん言っていただいてね、これ名古屋言うたらもうね、言うても東京じゃない大阪じゃないと、その中心ですからねこの名古屋の町の。この番組注目されてますよ。もう女優、男優って言いませんかね最近。なんかさ、はい、バラエティ番組っていうかさ、そういうの出るんじゃなくて、なんか今日舞台初日って感じ。そうですよ、だからなんか結構ドキドキ加減が違うんだよね。やばいって感じですね。本番お願いします。ちょっと見てみましょう。そうですね。あ、僕はこれ見てみる。俺の部屋なのこれは。やっぱりどっちだね。この番組は台本も打ち合わせもない即興ドラマをお送りしてまいります。そのため辻褄の合わない流れや気持ちの悪い間、さらには互いの腹の探り合いなども見え隠れいたしますが、あらかじめご了承くださいませ。今回の設定はシティホテルにやってきた男と女でございます。春日井市にお住まいの武田様の案を採用させていただきました。スタジオには1泊1万2、3000円程度のシティホテルの一室を用意いたしました。またバスルームへの出入りも可能で、中にはバスローブとタオルをセットしております。しかしこれらのものをどう使用しどう演じるかは出演者の自由となっております。もうじゃんけんで決めてもいいですよ。そうですね、はい、中に先いたはんのか僕が入ってくるのか、それとも2人が同時に出るのかは、これは分かりました。じゃんけん、はい、肩、どっちでしょうか。じゃあいる方ですか。はいはい、分かりました。いる方ですね、この中にね。あ、じゃ入ってくる。あー、どうしよう。もういるや、いる、はいはい、お願いします。はい、お願いします。では、まもなく本番です。よろしくお願いします。早くしてくれ、余計なこと。そうですよ、もう早くしてください。早くしてくれ、余計なこと考えない。はい、すぐだよ、ほんま、とにかく。この番組は名古屋で作っています。はい、はい、林ですけど。あ、はい、掃除の人だった。え、やだ、もう林なんて。あ、今日帰らなあかん、ごめん。え、なんで。いや、なんで、でもちょっと急に私そのつもりで。
会社休んだのに。そう。私明日有給取って一日二日今日と明日と休んで休みだ。いやだでもそれだからその前に言おう思ったんやけど電話通じんし携帯も通じんからやな。本当から。子供だってね実家に預けてきたのよ。ごめんもう急にちょっと嫁はんが具合が悪なって。どうしても急病が言うて あれから帰らなあかんぞ。本当にそういう時になったら嫁はんって私のことなんて呼んでんのよ。いや私のことなんて呼んでんのよ。じゃあ外家の中でいやなんて呼んでるってそんな私だって嫁はんって呼ばれたいわよ。いやいやでもそんなこと言わんといてください。もうほんまにいや俺もはっきり言うなんかなんで、ね、なんでって俺っていやもうとにかくなシャワー浴びる。うんいや私先浴びとこうかな。じゃもうちょっと待ってくれ。今日はもう何もせどうしたの。前からちょっと言おう思ったんやけどもうこのまま付き合ったらあかんわ。もうズル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 してしまうし。ズルズルズルってもう5年になるのよ。うちの子も翔太もう5歳よ。うん、うん、だから生まれた時に知り合ったのよ。いやいやだから私だってそのつもりなかったんだから。いやいやだまだお乳は出るわ。本当にそういう血の巫女の時にあなたと知り合ってこんなことじゃいけないこんなことじゃいけないってそれからずっと主人に内緒でもう翔太だって5歳になっちゃった。今さらそれないわよ。どうすんの。俺も別れられへんしやな。どうすんねんそんなもん。うちも子供もおるしこんな同じ条件にしやないかい。だって言ったじゃないの。もう俺は今の嫁さんに興味もないし愛情もないから自分の子供だと思って今度生まれた子を思ってるから。ご主人どう言うねん。え？ご主人どう言うねんそんなもん。そんなもん俺なんかいや今度もちろんもう会社のこともあるしいろんなこと。でも私たちね子供が生まれてから一度もないの。あなたとしかないの。だからもう愛情なんてないのよ。俺もうよう言わんねん。でも子供のためにと思って。いやもうかん思ったけど私ももう実は別れましょうって主人に話したのよ。今日はそのためにあなたともう一回始めからやり直したかったから主人にはもうそういうふうに言ってきちゃったのよ。好きな人がいるって俺の名前言うたんか。うん言うたんか。あなたの上司だってなんとないしも、あいつとお前明日会社で会うねんで。おいなんでそんなこと俺に相談なしで言うたんや。私どうしよう。もうとにかくそうほんまか。こんなもんなんでそんなこと大事なこと。嘘そんなもうそんな主人に言うわけないじゃんいくらなんだって。そんなことしたらもうあの人だって大変だもん。はあんなまあんな雨降ってやってごっつい体やな。殺されろ俺もまあ絶対言うなよ。分かったってああ分かったから。初めはちょっとよう考え。何自分も初めは両方とも同じ条件やから楽しもうって言ってたやないかい。そうやろ。で急に途中から変わったやん。自分とこうまいこといかへんから言って。でも別れる話はもう前から1ヶ月ぐらい前からその話が出てんの。あのなあいつな
何？まあ、これはもう俺は絶対言わんとこと思ったけど、あいつは自分の後輩のあの村瀬って女の子ったやろ、うん、あいつとずっと付き合うとるよ自分が仕事を教えたこと。嘘？今？うん、じゃあラッキーじゃん、もう別れられるもん。いやそやけどそれはあかんねん。え、ねえそれ本当？いや本当やって、それ言うたらあかんで、俺が言うたように俺分かれ、俺やって分かれやねんか、そんなこと。その付き合ってんの俺があいつの上司やしやな、社内で付き合ってんのあいつ、俺は相談されてるしやで、ほんであんたの相手が俺やって分かってみ、あいつに殺されるぜ。いや頼むな、頭くるあの女。いやじゃあ、いやいや、じゃあ村瀬やがな。村瀬頭くる。いやいや、あいつ私に林さん、私何にもできないんですとか言ってさ、いつもさ、なんか頭くる。不思議だよね、自分がなんか好きな人をね、ずっと付き合ったのに、囚人が浮気すると腹が立つ。いやだからそれはまあええがな、だから村瀬とどこまで行ってるかっていうのは、まあそれはもちろんそういう関係もあんねやけど、俺に聞いたとは言わんといて、あんた興奮して、ほらほんなら林がお前人のことはいいね、どうすんのよ私たちのこと、別れたいの？いや俺正直で別れてないけど、ずっとこのままズルズル一生行くいうのは、これはだって別にズルズルだって、そんなに何どうして何がしたいの？いや何がしたいのって、いいじゃん家庭だってうまくいってんだし、私はとにかくうちの翔太が無事にあんなに何事もなく大きくなってくれればいいなと思って、それぐらいかな。ああもうどうしてよ、分からん、こそ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 、いやこそこそって俺一番怖いのは、いつもさ一番怖いのは林にあんたが俺と付き合ってると言われた瞬間が一番怖い。これはもういいよ、だから係村田、村瀬や、ああ村瀬ね、村瀬のことは言うかもしれない、頭くるもん、あの人私内緒にしてたから。いやちょっと待ってな、村瀬のこと言うたら俺が言うた言うのはすぐ分かるやん、誰から聞いた？分かんないわよ、あの村瀬ってやつに私が話聞くから。ねえ村瀬さん、うちの旦那どう思うって聞くから。絶対あの子だったら言うわよ。いやもうそれ絶対言うたかん、それ言うたらあかんで、絶対言うたらあかん、それやったら女ぐらいで私たちの関係がバレるわけないじゃん。いやあいつ俺に相談して俺しか知らねえで、それ村瀬との関係はあんな、そんなことないよ。チョコ食べる？ねえ今日さ泊まれないの？そんな気にならん。なんで？なんかそんな気にならん。今日帰っちゃうの？本当に私、あ、明日休みで翔太も実家に預けたんだよ。もうで電話だけするわ。どこに？家に。家娘留守番してんねん。ちょっとなんで今日奥さんに帰るって言ったの？出張って言ってきたんじゃないの？いやよう言わんかって、最後に「うん、な帰るわ」って言うてしもたら遅なるけどって。何言ってんの？もう静かにして。ちょっと待ってよ、私腹立つ、なんで私の前でうちに電話しなきゃいけない、それだけは約束だったじゃない二人の。いやなそこ出んの怖いや、なんか掃除のおばちゃんもいてあったしやな、なんかあんまり出んの怖いや。掃除のおばちゃんぐらいで何もかも怖くなってきた。私そんな頼りない人だと思わなかったもん、ショック。でも別れない。え、別れないの？なんで？好きだから。ああ別れないでね。 OK です。そうだったけど、こらえた。あんた名前覚えんの飽きまへんで、村瀬とか村木とか。どんどん俺が最初に。ひどいわ。一つに統一しとくだろ。俺がなんて、そうやって先生なんか。村瀬は村瀬。それでは、改めてご紹介いたします。熊谷真実さんです。なんか
かしかったわ。いや私ね、自分途中からそのなんか子供っぽさじゃないけど、子供っぽいところが出ちゃうんですよ。で演技を忘れそうになるんですよ。だからそれをまたもう自分の中で足をまたまたまた、ね、ダメだと思って。それは分かって、あ熊谷真美やな思いながら途中で戻っていくし、ね、そうなんです。こんな妖艶なね、というかこういう不倫のには似合わないじゃない。似合わないですよ、ね、明るい、あれ全然似合わない。なんで不倫から来たんやろ思うし。まあまあそれでちょっと見ていきましょう。それではスタートです。いや恥ずかしい。あこれをかけ、どストップ、どこへ電話した。これはですね、留守番電話を聞いてたんです。こんなもんわかるかよ、それ。これ留守番電話聞いてた、はい、でちゃんと一応17なんでちゃんと押して、0にして消去って3押してピンポンって出たの。もろっすよ、細かいのがあれで。もっぺんやるから、どうぞ。こうで、ありません。メッセージありません。メッセージありません。トントン。これいい雰囲気やな。はい、俺これを知らなかった。はい。林ですか。あ、はい。はい、ストップ。このトーンはね、不倫のトーンですよ。そんなことないですよ。林ですけど、俺は敬語使ってるやん、林ですけど。いや、私本当はそのテレクラみたいなとこで知り合った二人、要するにっていうふうに思ってたんですよ。で、林ですけどって入ってきた瞬間に変わっちゃったのね。だからテレクラでもね、林とかもうそんな知りませんけど言い合うやん、そんな。っていうかね、鶴瓶さんがあの追われてるように入ってきたでしょ。あ、僕はあれでもう、はい、あ、不倫だって思っちゃったんだな。あ、僕はいつもあの女の人を待たしてホテル入るときはああいう態度で入るんですよ。なんでやねん。なんでや。そんなわけあるかい。そんなわけあるか。ないない。僕が中で向こうや。ちゃうちゃう、そんな関係ない。何を言うとんねん、ほんま。違う違う、これは全く関係ない。これ出しといてや。フィクションでありねえと、出てる人間とは全く関係ないっていうことだけちゃんと最後書いておいてくれないと。そうですよ、こんなもん嫁と揉めるよ俺。私もなんか不倫歴10年みたいに思われたら困りますからね。それはちゃんと書いておいてくれ。で、これはそうですよね。それではどうぞ。はい、あの林ですけど。あ、はい。あ、ほんま追われたら。追われとる。やだもう林なんて。ストップ。これもう付き合うとね。やだもう。やだもう林だなんて。ほんな俺は林じゃないっていうことになるんですよこれ。ね、後ろで。俺はそうでしょ。私はもう慌てて入ってきたあの仕草がね、人に見られたくないと思って入ってきて、それで初めての人だったら堂々と、あ、どうも林です。すいません。って来ると思ったら、あのね、前気にしますかって言おうかなと思ったのに、ああ商売女になろう思った。いやその顔は絶対商売女にならない。それはね、どんな何どこにもないです。いろんな目見ましたけど、それはないですよ、その明るいタイプは。俺もはっきり言うわ。なんかなんで、ね、なんでって俺って。いやもうとにかくさん、シャワー浴びる？うん、いや、シャワー浴びる。おかしな、なんで別れよう言ってる、なんでシャワー浴びて、これがおかしい。もうなんでシャワーやねん。でも笑う、これね、もうシャワー浴びるがごっつい耳残りますって。これ笑ってる。笑うわ、あんたようそんなこと言うな。これはね、暑かったから脱いだんです。なんでシャワー浴びるの。もうおかしかったよ、どうぞ。とにかくさん、シャワー浴びる？うん、いや、私先浴びとこうかな、じゃあ。ちょっと待ってください。私先浴びる。俺ちょっと待って、俺入ってバスローブで出てこないんだぞ。どうしようかな思って、バスローブあったでしょ、入って出てくる人ですからね割と。
なあって俺はもうそうしたらもう芝居になれへんしおかしいから前からちょっと言おう思ったんやけどもうこのまま付き合ったらあかんわズル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 してしまうしズルズルズルってもう5年になんのようちの子も翔太もう5歳よ、うん、何言ってんだよ、うん、もうそやから生まれた時に知り合ったのよいやいやだから私だってそのつもりなかったんだからまだお乳は出るわ本当にそういう血の身分の時にあったとうとう言うてしもたなまだお乳は出るわってそんな時に何考えてんだろう俺お乳出る時にしてましたそんなことなんでこんなことを言ったんだろう言いながらすごいなって思ってんですよあすごいことしてるんだ私たちはそんなすごいことしてるんですよそれもご主人に黙って子供産んどいてそれもあの上司でしょ上司それは知らんがなこの時は上司やであんたそこまで変態みたいになってもたんや自分が言ったんじゃないですかそれ違うそっちが言うてんねん上司や言うて俺じゃないよちょっとどうぞ実は別れましょうって主人に話したのよ今日はそのためにあなたともう一回初めからやり直したかったから主人にはもうそういうふうに言ってきちゃったのよ好きな人がいるって俺の名前言うたんかうん言うたんかあなたの上司だって見てみ自分が言うた見てみ俺この人びっくりしたあなたからやからあなたの上司だってあんたからやでこれあいたせやろいたたたせやろんなもんなんでそんなこと大事なこと嘘そんなもうそんな主人に言うわけないじゃんいくらなんだってこれごっつ嬉しかったそんなことしたらもうあの人だって大変だもんはあんなまあんなアメフトやってごっつい体やなもうおかしかった殺されろ俺もまあ絶対言うなもう情緒不安定なってちょっともうおかしかったんですよあそうなんだうちの旦那と思ったら雨降ったこんなやつ想像したんやもう殺されそうやもん、うん、もうおかしくてもうで電話だけするわどこに家にちょっと待ってよ私腹立つなんで私の前でうちに電話しなきゃいけないそれだけは約束だったじゃない二人のいやなそこ出んの怖いなんでこんなチャイルドプレイなんとるなんでこんなそこ出んの怖いって俺もねおかしい男なんとるどうぞ。なんか掃除のおばちゃんもいたあったしやな。なんかあんまり出るの怖い。掃除のおばちゃんぐらい。何もかも怖くなってきた。チャイルドプレイヤー。そんな足りない人と思わなかったもん。何やらちゃんや。ショック。でも別れない。これがおかしかった。これら何度も笑っとるやろこんなショックでも別れないえ別れないなんで好きだからあ別れないでね OK ですおかしかったねびっくりしましたね血の身子だけには私もそうでしょ自分で言っててなんであんなこと言ったのかこれはマネージャーに聞いた一番わかりました今日は本当ありがとうございましたいやどうもありがとうございましたもう念願叶いましたよ本当に私いやまあ僕もおかしかったですよ、ねびっくりしちゃいますねもう私役で来ないんですよこういう役だ本当はこういう不倫の役したいんでしょうねきっとしたいんです大しのぶ女みたいなやつやりたいんですけど全然来ないんですよこの顔見てみたら大しのぶ女はない
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。熊谷真実さんでございます。ありがとうございました。なんかもう鶴瓶さん、こう見てると鶴瓶さんがどんどんかわいそうでかわいく見えてきてもっと言ってやろう。